さあ、ということで、はい、やってきました、サウスタンプトン。はい。まあ、だからもう、各校見て分かる通り、なんでやってきたのか。菅原がお世話になるから、菓子折り持ってサウスタンプトンに挨拶に来たよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、もうサウスタンプトンですよ。すごいね。で、ここはもう、あの、セントメアリーズスタジアム、はい、の、まあ、すぐ近く、まあ、うん、もう、に、そこにいてるんですけど、まあ、今日、前回のクリスタルパレスの鎌田編同様、はいはい。まあ、ちょっとオフィスに、まあ、乗り込んで。乗り込む乗り込むの？オフィスに乗り込んで、まあちょっと菓子折り持ってきたから、うん、ちょっと召し上がってよっていうね、まあ挨拶にやってきました。なんかちょっとちっちゃくない？いやでも、袋がこれなだけで、うん、パンパンやから。ああ、確かにこう、ボリュームはすごいわ。ボリューム数はちょっとじゃあもう持っといてもらって。ちょっと商品紹介ね。はい。これしとかなあかんねんから。まず一つ目、枝豆、揚げ枝豆。あんま見たことない。まあ、日本なんで。はいはい。日本って言ったら枝豆。で、ね、まあお菓子ですね、はい、バカウケ。バカウケはほんまに嬉しいです、ね、これね、もう召し上がってもらって、これはいいから、セイントセイント言うてもらったらね。どういうこと、いいのそれで、次、お茶。あ、緑茶。緑茶グリーンティーというやつですね。もう抹茶、ほうじ茶、緑茶、もう3種類から楽しめますから。玄米茶やん。あ、玄米茶3文字やん。玄米茶ですね。絶対に玄米茶。玄米茶、ほうじ茶、緑茶、うん、まあだから一応ね、そのサウスタンプトン、まあ菅原しかなんかリリース出てないけど、うん、まあなんか噂では松木玖生、うん、で、あとなんか17歳の、うん、まあ高岡さん、はいはいはい、っていう方も、うん、まあなんかサウスタンプトンに来るみたいな噂が、まあ一応3選手ということで、ね、そうな玄米茶、まあ松木、菅原、高岡っていう感じですね。あ、そうなんや。3種類お楽しみくださいっていう。いや、みんなで飲みいな。なんでそれぞれ1人1個やねん。まあまあ、3人分の挨拶を兼ねてね。はいはい。まあ、松木からは玄米茶、菅原からはほうじ茶、高岡からは緑茶っていう感じでね。いやって3種類、用意させていただきました。そしてまあ最後、くずきりっていうね、ゼリーです、ね。くずきり、はい。くずきりとは、僕はもう分かんないですけど、まあジャパニーズゼリーと言っとけば。まあ通じるんじゃないでしょうか。くずきは名前は聞いたことあるけど、うん、まあいろいろこれが、なんかいっぱいあるな。1,2,3,4,3,4,4,5 ということでね、 5種類だ。はい。まあだからさっきも同様5種類あるんですけども、はいはいはい。まあ、マンゴーは菅原から、みかんは松木から、柚子は高岡から、で、桃、白桃は、うん、まあじゃあ吉田麻也から。なるほど。いちごは南野からということでね。おい、ちいちゃんより持ってこいなんか。あいつはね、ちょっとね、なんか持ってこいよ。あいつはもう不義理なんで、理は不義理の理って言ってね。しまないよ。はい、ということで、まあこれ以上という形で、はいはいはい。まあ、今回もね、まあ、一応手紙は、これが一番大事、はい、持ってきました。まあいっぱいね書いてます。ここ一番大事。まあでも、ね、正直はもう大したことは書いてないんで。前言ってたようなこと、お前言ってたようなこと、はいはいはい。まあ、鎌田のやつ見てください、うんうん、みたいなことです。なるほど。ただ、まあ、鎌田のようなことを同じこと書いて、うん、最後 PS なんかチケットとかくれたら嬉しいなと書いておきました。そうやな、うん、試合のチケットとかくれたら嬉しいなとは書いておきました。書くのはね自由ですから、はい、失礼でもないし別に、うん、じゃあ、持っていきたいと思います、はい。前回のクリスタルパレス編では、うん、クリスタルパレス編って言って持ってるけど鎌田みたいな。鎌田しか使わんからな。もうほんまにちゃんと喜んでくれてたから。そうやな。もう迷惑とかじゃないっていうことが分かってるから、今日はもう自信満々。いやもうそうよ。ただだからちょっと前回が、うん、うまくいきすぎた。そうやな。っていうのもちょっと心配ではあるな。うん、まあこのストアもね、まあじゃあ後で行くわ。あ、後でな。ここはもうサブやから。うん。なんかでもやっぱ赤いな、全体的に。全体的に、まあ、レンガも若干こうちょっとな、まあ意識してるんでしょう、うん、赤レンガ使って赤いやつねありますわ。あ、レセプション、レセプション、もうだから菓子折りはこちらまでみたいなことですよね。違うよ。違う違う、全然違う。ただただここがレセプションですっていうだけやから。まあでもいろいろこうありますわ、セントメアリーズスタジアム。なんかさ、でかくない？スタジアム。確かにな、前のクリスタルパレスよりでかい。そういいな。そのまあ、言うたらさ、まあ、多分昔からあるチームなんやろうけど、うん、ビッグクラブじゃないやん。まあまあそうやな、多分な、うん、にしてはめっちゃでかいよなスタジアム。いや確かに、だからもうこれがプレミアリーグ、うん、もう、まあ、やっぱサウスタンプトンも歴史あるからちょっとくすんでます。黄ばみまくってるやん。誰かタバコ吸ったここでいっぱい。これでだいぶくすんでるんやけど、黄ばみすぎやろ。まあこれ歴史感じれるから。あ、まあそうやな、うん、で歴史って言ったらもう多分これだ、吉田麻也ですか。もう違います。違います。違うけど、まあなんか有名な、うん、テッドベイツ MBE。
1918年から2003年まで。うーん、ミスターサウサンプトンって書いてて、ミスターサウサンプトンだ、それは吉田やんな。ミスターサウサンプトン、俺らからしたらもうミスターサウサンプトンは吉田やから、これ吉田やねんか。すごいな、でもめっちゃリアルやな。確かによう作られてるわな。もうこれが歴史よ、これが、うん、サウサンプトンの、まあまあね、うん、有名な人ですけども多分ね。まあだからちょっと、まあ、レセプション、あ、レセプションありますね。はよちょうだいって言ってます。早くお菓子ちょうだい、お菓子受付、お菓子の受付ですからね、 これだから和訳したらお菓子受付みたいな、そういうことですよ、レセプションって。ちょっと暗いんやけど、誰もいません、ノーバディ。え、いやいや、誰も座ってへんやん、ほんまに真っ暗や。プレイヤーの入り口とかあるの？もうこっから入ったら、ここにさ、もうここ置いといたら菅原に渡せんじゃん。確かにな、ここに置いといたら。プレイヤーのエントランス、バスで降りてここからこう入っていくんだ。そういうこと、めっちゃあれやな、会えるな、ここにおったら。ゲストエントランス、お茶ちゃうな。お菓子こちらは書いてないな。書いてません、書いてないし、絶対に。これ暗すぎるもんな。今日ないんか、日曜日はもうほんまにちゃんとやってないんか。今日日曜日やんな。うん、電気ついてないもんな。パソコンはついてるけど。じゃあパソコンつけっぱでな、それ出ていったらなんかおるぞ。かけてみようか、パソコンは。うん、ちょっと一応若干人の気配するかもしれん。怖っ、なんか。そう、初めてやで、イギリスでインターホン押すの。でも客なんで。いや、なんでそんな感じやねん。そんな2回3回とかいらんの。1回でいけるから。これこっから声すんの？そうなんじゃん。なんか怖い音やな。ドキドキする音。緊急を要するなあ。これもここにおる人を呼ぶときにやるやつなんかな、もしかしたら。ほんまにそうっぽいよな。なあ、ストア行ってみるか。ストア行く。ストアにはまあおるか。うん、やばいぞ。おい、渡されへん、菓子折り。このままじゃ菅原が干されてしまうサウサンプトンで。ちょっとやばいな、これ。やばい、俺らにかかってんねんか、菅原が活躍できるかどうか。うん、菅原がちょっとベンチ外にずっと置かれて、うん、なんなら高岡くんも、そうやね、松木も、うん、ずっとトルコに左遷され続けるかもしれないからな。左遷っていうのはお前、ヨステペが切れるぞ、お前。ヨステペが怒るって。ただでさえ怒ってるからな。ただでさえ怒ってんねんから、あかんねん。今分かったのが、まあ、ストアの職員に聞いたところ、うん、まあ、ちょっと日曜日は職員不在だと、はいはい、で月曜日も不在と。まあなんか休みらしい、日月は。まあだから渡せない、やばいや、オフィスの人には。やばすぎ。ただストアは空いてるから、まあ余裕で空いてるな。うん、ストアの店員に渡して、でこれを、火曜日オフィスに渡しておいてくれと。ああ、なるほど。うん、はい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 、はい、お願いするっていうのしかもうちょっと手がないかもしれん。なるほどな。うん、ただちょっとね、盗み食いされる可能性あるから。それは俺もちょっと思ってたよ。それだけはもうちょっと今日も英語できる人にこう来てもらってるから、うん、もうそれだけは強く言ってた。そこまで言うたら余計されるかもしれない。そんなことを言うたら食べんなよ、うん、腹立つから。食べるなよ。言わない、食べたかぞ。言わなくていいです、優しそうやったから。でも優しそうな人であった。まあ多分こんだけしっかりとした荷物を、うん、でこう手紙も入ってて、うん、勝手にパクるなんてことは、まあそうね、さすがにしないと信じて、うん、うん、でバレますからね、もしそんなことしたら。ほう、だってそれされたイコール、うん、俺らのところにチケットが届かないってことになるんで。いや、そんなことないよ。だから俺らのところにチケットが届いたら、あ、ちゃんとオフィスの人たちにこの菓子折り届いたんだなってなるけど、もしストの人がこのまま自分のところパクっていったら、まあストの人にそんな権力ないから、うん、まあ、多分チケットとかない、そんな関係ないやん。だから俺らのところにチケット届かへん、うん、つまりサウスアンプトンの試合に、まあ、行けないっていう結果になった場合、皆さん察してください。いや、あ、ストアの人にパクられたんだな。確約してないよ、チケット別に。PS で書いただけやし。よかったら欲しいなとね、書いたんで PS でね。全然これくれへんよ、多分。余裕で。まあまあ正直、まあそんな下心はなく、ただただほんまに菅原さんをよろしくお願いしますっていう気持ちで、ね、まあ今日持ってきたんで、うん、まあちょっとストアのスタッフに、うん、もうお願いしますわ、うん、でまあついでにちょっとストアも見ていこうかなと思います。そうね、うん、はい、やってきました。もう菅原のユニフォームとかあったりするんかな。背番号分かるんかな。あ、
もしかしたらもう背番号付きのやつは売ってないんかもしれんな。そのプリントしてもらわないとあかんかもしれんな。全部これはサードキットってことか。珍しい色。確かにいいやな。多ない種類。確かにこれトレーニングシャツとかなんかな。いやでもスポンサーとか書いてんもんな、ちゃんと、うん、去年のやつとかも混じったりするのかな。なるほどな。もしかしたらどれが去年とか全く分からへんけど、結構いろいろあんねんな。やっぱこの色やな、サウサンプトンは。サウサンプトンといえばもうやっぱ吉田もこれのイメージありますから。間違いない、ね、赤白のな。だからファンダイクとかもな、おったわけやから。そうやな、ファンダイク、ルークショー、吉田麻也、ね、あれルークショー持ったあの時。ルークショー持った。右誰なんやろ。言ってた、言うこと聞かへんで。誰も聞いてないよ。ファンダイクも聞かへんやろ、うん、ルークショー言うこと聞かへんが、こうなんか上がって全然戻ってこへんから、うん、それをカバーしてたと。普段着か、普段着コーナー、はいはいはい、なんかパチモンみたいな時昔のウィレのエンブレみたいな何もなし、うん、まあ、逆になこれがオシャレっていう見方はあれなんやろけど、シンプルに刺してな、うん、その元のサウサンプトンをよく見るわけじゃないから、ちょっとパチモンに見えてしまうな、これ、うん、これでもナンバリング振ってんだよ、よう見たら56って。ほんまや、28、100個しかないんちゃう。40ポンド余ってはいますけど言うな言うな、みんな気づかんかったやろ今日発売してこれ、今日発売なるほど、今日発売すごいです。そうだ、今日発売まだ2個ぐらいしかこれです、今日発売し。うわこれレトロですか。レトロ系、うわめっちゃ素材でこれ、これちょっと触ってみ。確かにこれめっちゃ良くない。いいな、めっちゃええやん。これは、歯磨き粉の何これ、歯磨き粉のスポンサー違いますよ、イギリスの歯磨き粉ないけどこういうね、3色の。そう、ほんまに歯にいいんかっていう色してるから白でええのに、なんか変ないろんな色ついてるから海外の歯磨き粉。こんなこれも色すごいで。これ S しかないやん、めっちゃ売れてるんじゃない。ほんまや、 S サイズしかない。ここに XL は1個隠れてる。あ、これでもさ、対戦相手が何色やったらこれ着るんやろな確かにむずいってこれ全部入ってるやんよこの世の。ほんまにこんなユニフォームでやってたんか。記念なんかな、なんかの記念ぐらい派手やもんな。なあ、こんなん使っていいの公式戦で。さすが、まあ、色多すぎます。目立ちたかった年なんかなこれ目立つよマジで。まあこの辺、この辺のな、サウサンプトン T ですわ。シンプルやな、うん、なんかシンプルやな。確かに全体的にセールや。ほんまや、なんの売れ残りちゃうザ・セインツ・アー・カミン。普通にまあ、あ、チャンピオンシップのプレーオフファイナル、うん、サウサンプトン vs リーズネットの記念 T だ。はいはいはい、7ポンドいいよな、その全然いいよな、これ普通にかっこいいし、これ普通にかっこいいな、これ、うん、M にしてはでかいけどなほんまこれがな、FA カップとかやったらよくかっこいいんやけどな、チャンピオンシップやからな。あ、バックトゥーザプレミアって意味かな。プレミアに戻ってきた、戻るぞみたいなことか、うん、多分いるよ。あ、ウィナーズやからもう買った後の T シャツやね。あ、なるほど、優勝記念 T だ。うん、ほんまやほんまや、ウィナーズ書いてるわ。あー、カミング、これも、12ポンドかな、うん、いっぱい何回もセールしてる多分50やもん最初、最初50なんや50、25いって16いって12、すっごい売れてんこれでも後ろすごい、これほんまや、多分かあの試合のあれやろな、こその昨シーズンの、そうそうそう、なんかライブ T シャツみたいな。確かに多いな試合、うん、40試合ぐらいあるよ確かチャンピオンシップって。そうか、うん、チーム数もな。そうそうそう、これかっこいいな普通に。これ全然いいけど、まあでもこれでっかいのが売り残ってるな。確かに 3XL とか、うん、でもこっちも 3XL みたいな人いっぱいおるけどな。うん、確かにまともなサイズは一応売れたのか。あ、そうやな、少ないな。パーカーとかもあります。うん、さあ今年のトレーニングウェア、つまりはだからスガちゃんも着るよっていう。誰ですかスガちゃん、パーティーちゃんやんパーティーちゃんやんね、あの最高ナンバーワンもね、多分このトレーニングシャツを着てすいません練習するってことですね。エンジのスーツだけやからまあでも着てる、なんか着てもう似合いそうやもん。うん、多分もう着てる写真あんねやろ。 あるやろな。うん、めちゃくちゃええやんこれ。これいいですよね、素材が気持ちいい。なんぼ100ぐらいするんじゃん。55、安っ。いや俺が100って言ってしまったばっかりに安く感じてしまった。安く感じるな。うん、
まだ言ってるわ、プレイオフの。いやいやいや、余ってんねやろ、多分。まだ言ってる、これはでもそのさ、サウサンプトンのファンの人が、うん、あの優勝した時のやつやで欲しくなるんよ、これで。いいやろ、別に。2部やからな、でも。1部の何かな。なめんなよ、お前は。一回だって吉田麻也おる時、サウサンプトン結構いい順位いってたよ。強かったよな。なんか6位以内とか。あ、そんな言ってたんや。言ってて。それをもっとこうなあ言っていいのに。そっちの方がまあ、あのランク出たな。そうそうそう。それでもこれはもう記念というか思い出がね。まだ言ってはるわ。今年まだいいよ、全然。始まるまでは全然言っていい。まあまあそうか、始まってないからな、そうそう、一応。そうそうそう。始まりだしたらちょっともう忘れてさ。ユニフォームあるやん。ちゃんと。500ポンドって。売ってるの。全部サイン入ってる。すげえ、ここにじゃあもしかしたらさ、来年とか。菅原とかがさあるかもしれんなあ。ええな、サウスンピンバッジ3ポンド。まあこれ買いますわ、うん。まあじゃあ、とりあえず、うん、まあこれ買いがてら、うん、もう一番信頼できそうな店員さんにこれ渡して、うんうん、一番信頼できそうな店員さん選ぼなあかんな。一番信頼できそうな店員さんにこう渡して、だからもうこのストアで一番偉い人聞いて、うん、あ、なるほど、うん、店長ですよみたいな、うん、店長みたいな人を連れてきてもらって、このバイトのやつはやっぱ何もできんから。あ、まあまあまあそうまあもうより上に出してそうそう、ここの中でもトップの人呼んできて、で、その人にそれ伝えて、うん、ちょっとまあ今日持ってきたんやけど、うん、まあレセプションが閉まってるから、ちょっと大学火曜日にレセプションの一番偉い人広報にしますか。あー、一番ええやん、うん、広報の人に一番いいよそれ、これを渡しといてと、日本からのプレゼントです。お、菅原選手、雪成菅原がここ移籍したから、ちょそれの挨拶でぜひ日本のお菓子楽しんでくださいっていうのをね、素晴らしい、全部言ってもらいます。ここもなほんまは、いやそれは俺らもやっぱ頑張って言いたい気持ちはあんねんけど、うん、一番大事なって伝えなあかんから。そう、伝えないとあかんから。そう、俺らの気持ちはあんねんけど、うん、ちゃんと伝わらなかったら全く意味がないから。いやだからそう、だから横で伝えてくれてる横で、うん、あの誠意のある顔は続けるよ。前回そうなのよ。いやほんまに二人ともこの顔やねん。ほんまに。ほんまに。ほんまにいらんぐらいニコニコしてる。そうそうそう、それはしとくんで、うん、まあちょっとお願いしようかな。うん。うん、まあとりあえず買う。とりあえずこれ買います。ね、まあだから買うときからも明るくいくから。Thank you. I like it. Thank you. レシートいるかって。I don't need. よし。いや、非常にいい。Okay. 今いい印象。今一番偉い人ね、呼んでもらってます。トイレから呼び出してんの今。うん、ちょっとトイレ行ってるらしいね。Okay. I'd like to come with the reception, but reception is closed. Okay. So, you know, we are doing people this joining. Yeah. And we just bring it like some Japanese fish to the ocean sister, basically. So, can you just speak to them? So, we just have to. Can you just speak to the public relations department? So, we have no connections to any other department, really. Quite separate. Uh-huh, okay. Are you able to come back tomorrow? Oh, not tomorrow, sorry, Tuesday. Tuesday. No, no.まあじゃあもうこいつらに渡すか。こいつらこいつら、いや、この人たちもね、うん、あのストアの店員さんっていうのはやっぱり今後だから松木クル、菅原選手やったりとか、うん、で松木クルー選手がサウサンプトン戻ってきた時とかに、うん、やっぱり日本人の観光客増えると思うね、サウサンプトン。そりゃそうやな。で試合見に来てついでにストア買うとかも大いにあり得る、うん、時にやっぱり、うん、あ、日本人にはちょっと丁寧に接客しないとあかんなとか、うん、日本人ありがとうっていう、うん、なんか、あ、親切な人たちだなという印象を、うん、この人たちに与えるために、うん、この人たちにあげましょう。なるほど、うん、いやでも結局はそれでもいいで、うん、だってチームの一員やねん。そうそうそう、この人たちもチームのスタッフの一員やから、間違いない、うん、これはもう挨拶回りできたという、うん、これは過言ではないから。これは 何も間違ったこと言って、間違ったこと言ってない、間違ってないもん、正解すぎるもん、うん、ほんまはそれやもん。ほんまはそうやね。一番このね、一番の人、現場に近い人たちに渡すことによって、やっぱ菅原も伸び伸びプレーできるし、こう応援に駆けつけた日本人もね、あの喜んでもらえるから、
で今ずっとねその店員さん待ってくれてます、僕が今喋ってるのよ。しそれをちょっと伝えてもらって自分で何も伝えないプレゼントフォーユー、皆さんで、召し上がってください。今お菓子の説明タイムめっちゃ美味しそうやジャパニーズゼリー。 Thank you. Thank you. Bye. Bye. はい、渡してきました。はい、まあだいぶ喜んでくれてましたわ。もうすごい喜んでたよ店員さんは。うん、ほんまはこれの方が効果あるわ、うん、絶対に。もう気づいてもうてたな前回の、そのクリスタルパレスの時、あのまあレセプション入れて、この受付の人に渡したけど、まあ実際ほんまに効果あるかは、てかないです鼻水って思った。あの時これのおかげで、あのグラスナー監督がスタメン迷った時に小室で行こうってなる後押しとして、まあ渡すとか言ってたけど、そんなことあるわけないんですよ。ないですよ絶対に。ただ今回このスタアの一番偉いマネージャーの人に日本のお菓子なりゼリーなどをプレゼントしました。ってなったらやっぱり、日本人こんなんくれ、美味しいもんくれた、嬉しい、ありがとう、Thank you very so much って言って、あのそれはジャパニーズイングリッシュ日本のお客さん来た時に丁寧に接客してくれます。それはあるかもしれんだ、だからみんなそのサウスアンプトン来た時も怖がらんでいい、みんな優しいから絶対に。ほんまにいい人たち、俺たちのおかげで、ストアの人たち多分めっちゃ寛容的な、すごく好印象な接客絶対してくれるから、ほんまにな、もうどしどし、サウスアンプトン、菅原応援して、ついでにこうストア寄って、なんか買い物してもらえたらなと思います。いや素晴らしいことしたな。日本から来る、サウスアンプトンサポーター、が、心地よく、スタジアムを楽しめる、ストアを楽しめる風に、僕たちが、菓子折りを渡しておきましたなるほど、はい、素晴らしい。もう俺はもうめっちゃ嬉しい。これは素晴らしいことした。韓国客増えんちゃうか、サウスアンプトンに。これはいいね。だから来た人、来た人が口コミで、サウスアンプトン行ったけどよかったわ、特に良かったのは試合見れたのもそうやけど、ストアの人たちの接客は良かったですわっていう口コミが広まって、日本からサウスアンプトンに駆けつけるサポーターこれ増える。そうなったら誰が喜ぶか、菅原は喜ぶ、チームも喜ぶ、これ全部素晴らしいことになってますわ。ほんならもう日本人もう一人ぐらいとか言って、いやなるほど、 J からサウスアンプトンもプレミアリーグに、いやあるよ余裕で、もう全部俺らのおかげや。もう最終的にはだからもうスタメン11人が日本人になるんちゃうかなそれ絶対ないです絶対ないよ、ほんま多分マヤちゃんとかも、もしこの動画見てたらね、ありがとうダフィンケーンってね、吉田麻也選手ですかマヤちゃん、マヤちゃんとかもね、まあ、連絡してもらえたらなって思いますわ、ということで、はい、まあ今回もまあちょっと日本人のために、はい、まあ、一肌脱がさせていただきました。ありがとうございました。今回の動画面白いと思う時はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ネガ感想などコメント、私はついていこうかもお願いします。ということで概要欄に、他チャンネルまでぜひチェックお願いします。ではまた。